どうもショータイムゴルフです。今日はですねアメリカはアラバマ州にやってまいりました。今日のコースはですね僕が学生時代に回ったコースなんですけども、数々アメリカのコース回ってきましたけども一番難しいと思ったコースを回っていきたいと思います。このコースですね、湖みたいなのがあって試合で回った時は多分もうイーブンパーすらも出ないぐらい難しくて80とかも普通に打ってましたね。なので今回は卒業してからどんぐらい上手くなったかリベンジしていきたいと思います。では回ってきます。いきなりバンカー入ったわ。入んないと思ったね。125ヤード。ピンの手前はすぐ行けなんで。50度で。ああ、左来た。左はもう全部いけて、右はもうバンカーで。当たってない。またバンカーに入ってしまいましたね。121ヤード、50度で。見てください、こんな右手前端っこの激ピンに来てきますかね。グリーンの真ん中に尾根がみたいなのがあって、ここから左に落ちてしまうと全部左側にね行ってしまうんですよ。果てしなく左に行ってしまう。なので、ね、だからバンカーとあの尾根の間に収まらないとパーが厳しくなるという感じです。このホールは最初フックで最後正解。あ、スライスしなかったもん。いや、ピン左に切ってあるんですけど、あそこのゾーンはもう本当にグリーンの幅が10ヤードないぐらいなんで、あそこにキャリーしても止まんないから右から攻めていきます。でも手前すぎると右の段に落ちてくるんで、ちゃんと右の奥の段につけないとパーは厳しい。風は左から。5番アイアンでいきます。210ヤードピンの左3、4ヤードはもう本当に木だからね。手前もどんだけむずいんだって感じだ。本当にこれしか幅がないですよ、ピンから。下りのストレートだ。打ったら入ってた。これ悔しい。
パーならもういいよ、ここはパーで嬉しい。ダボとか普通にあるから、これはい4番527ヤードパー5、ここはバーディーを取っていきたいホールですね。この左のバンカーを避けてフェードでここら辺に落とせれば最高かなと思います。右は林なのでフェードじゃないとダメですね。バンカーの右側、僕のボールはここにありました。残り230ヤードで打ち上げですね。まあフェアウェイはいかなかったんですけど、まあここでも OK でしょう。風が右から来てるんでフェードしなかったです。ラフに食われた。ちょっと濡れててすんごい重いラフが。南はグリーン手前7ヤードぐらいに止まってました。これはもう比較的簡単なアプローチで、上り、ここはバーディー取っていきたい。上りスライスです。今日はピンが簡単な位置だったんですけど、こことかにあったらすごい難しいんですよ。あと奥も難しいですね。ちゃんとピンのある段に乗せないとバーディー取れないって感じです。431ヤードパー4、5番、ここはどうするかな。左のバンカー入ると思うんで、右のバンカー、真ん中と右のバンカーを越えて右のフェアウェイで狙いたいですね。当たりだったけどバンカーに入ったかもしれない。やっぱりね、ナイスショットしても真ん中にあるバンカーに入ってしまいました。ピンまで130ヤードで手前だともう下まで落ちてっちゃうので、ちゃんと同じ段に乗せたいと思います。まあ、あの奥の傾斜使って戻せたら一番いいですね。ピッチングで打ちます。完璧。完璧じゃないこれ。うますぎ。フェアウェイバンカー今日3回目なんだね、5ホールで。ちょっと上手くなるわ。さっきの130ヤードのバンカーショットからのボールです。これも OK バーにつけることができました。ありがとうございます。バーディー。なんだ。はい、ここはドライバーだとバンカーの左ぐらいの奥に池があるので入る可能性があるので、スプーンでこれはバンカーの左狙ってしたいと思います。完璧ですね。はい、完璧。ありがとう。これもドライバーはここまで来ました。ドライバーだとね、あそこに入りそうだったんでスプーンでちょうど良かったですね。でピンと同じ段に乗せていきたいです。手前に落ちるとバーディーが難しくなるので。38ヤードをピーで軽く打ちます。風が右からなので右から
うわやばいやばいやばい、池怖すぎた、最悪。これは本当に下手すぎましたね。こういう下手なショットすると難しいアプローチが、意味のわからない難しいアプローチが残ります。うわあれでも早いのか。うわ最悪だ。